令和3年度、市民税、県民税、税額決定、納税、通知書が来ました。去年の、えー、令和2年の、に対しての税金ですね。えー、課税総所得が、えー、250万ぐらいで、市民税と県民税合わせて25万ぐらい。上場、株、等、上等、 が、えー、課税標準額で655万に対して、えー、約30、市民税と県民税で32、3万です、うん。で、合計で56万円の税金を払ってきました。内訳を説明します。所得金額としましては、 給料が19万4千円。1年間の給料ですね。19万4千円。月いくらでしょうね。安月給ですね。脱、えー、一般っていうのが400万ぐらい。これは、えー貸してるうん、貸してるお金の分の利子です。を400万円ほど、えー、いただきました。今年初めてですね。それから、 えー、上場株と上都所得。これが投資信託の、えー、上都益になります。655万1858円。合わせて、えー、所得の合計としては1100万ぐらいですね。今年はちょっと多いです。去年は、うーん、給与、 がえーまあ、今年と一緒で、譲、え、渡、ー、株と、あ、違う、去年というか、一昨年ですね、譲、え、渡、ー、株の譲渡益が150万ぐらいだったと思います。なので、まあ、200万いかないぐらいの所得でした。やばい。あれ消えた。戻るないとな。 うん、一応ね、今回全部、スライドショーみたいにしました。でも、これ、なんかね、戻るのがね、一応ね、用意したんで、何分で終わるのかな。えー、です。ね。はい。それから、えー、控除。さっきの金額から、えー、風、えー、 のための、えー、所得を出すための控除ですね。これ、税率控除の方です。税率と税額があるんですけど、税率の方ですね。これが、まあ、えー、社会保険とか、生命保険とか、地震保険とか、えー、障害勤労学生控除とか、扶養控除とか、基礎控除とかですね。 これが所得控除の合計としては166万2108円ですので、えー、収入が、収入が166万以下であれば、えー、税金はゼロですね。素晴らしい、うん。でもゼロだから残るのもゼロですね。で金額がちょっと あれか。まあ、まあ、税率ですね。それから、えー、さっきの引くと、えー、課税標準額でいうで、911万5千円です。さっきの課税総所得の方から全部引かれてまして、えー、上都株等上都っていう方、まあ、上都駅ですね。上都駅課税の方からは、 えー、引かれてません。控除されてません。控除がないってことですね。それから、えー、市民税。さっきの金額から市民税を算出します。算出した所得額割というのが、えー、467万160円。これに、調整控除額。まあ、控除なんでしょうね。なんかよくわかんないですね。えー、っと、寄付金。 え税額控除額。これ寄付っていうのは、地方自治体への寄付。いわゆるふるさと納税とかかな。えー、があります。それから、均等所得割額。読み方合ってんのかね。が44万3600円。それに、均等割額。これは、だからゼロにはならないんですね。税金は。3500円はまあ税にかかるってやつです。 で、えー、市民税。市民税との福岡市のに納める税金税44万7100円。都民の方は、えー、市民税と、えー、県民税が合算した金額になるんですかね。ないかなそれから県民税。県民税も、えー、ずるずると書いてあって、も調整控除額。これなんだろうね。今度調べましょう。 えー、合わせて11万2900円。これが県民税です。で、合わせて、えー、56万円。これが本来であれば第1期から第4期まで、えー、14枚ずつ税金を納める。あるいは毎月なのかなちょっとよくわかんねえな。わかりませんけど、 えー、給料から転引きになるのかななったりとかするんでしょうけど、まあ、そういう感じですね。まあ、28万円。28万円ということで、まあ、ちょっと全部、昨日、えー、納税してきました。郵便局で。で、えー、っと、まあ、そういう感じです。で、あと、20万以下、上等駅、住民税。いや、これね、 みんなやってるかどうか知らないんですけど、えー、確定申告が必要なのは、譲渡益で確定申告が必要なのは、えー、証言口座を作って、特定口座あり、で、源泉徴収なしの場合は、えー、確定申告しなきゃいけないんですけど、所得税のですね、えー、20万円以下は1000円でもいいということ。 なんですけど、20万以下でも住民税は、えー、申告対象になりますよっていう話です。でこれ、出すないいでしょう、みんな。出すのかな出さなきゃいけないけど、出し方、わかんないですよね。うん。まあ、いくらになるのかな ?20 万円の。20万円の、 えー、だから5万円ぐらい、えー、住民税払わなきゃいけないってことですかね。これもね、ただにしてくれればいいのにね。まあ、い,いや。えー、っと、お楽しみの SBI 証券の口座がどうなってるのか。っていう、本題です。えー、まあ、トップページですね。SBI です。まあ、SBI と楽天やってるんですけど、えー、楽天の方は毎月5万円、えー、ポイント 稼ぎのためにカードから、えー、積み立ててると。で、まあ、プラスだったらまあ売っちゃうと。で、売った金、売って、また買うと。だから、えー、200、5、今、500円ぐらいつくんですかね、ポイントが。1%つくと思う、1%ぐらいつくと思うんで、まあ、それ狙いでやってます。SBI の方も、えー、SBI の方がメインですね。 これ毎日積み立てができるからっていう、それが一番理由としては大きいです。えー、今回は、えー、トータル金額の保有資産の評価で3711万9830円、えー。そのうち投資信託で持っている分の評価額が3888円。違 え88万8388円です。うんまあ、大体、ちょっとほ、うん、今までちょっと方針を変えまして、えー、投資信託で持つ金額をキープしながら、まあ、売買していこうかなっていう、まあ、どうでもいい話ですね。あまあでも、今度説明します。そのうち。昨日一生懸命シミュレーションしたんですよね。 どうやったら一番儲かるかっていうのを。のね、研究成果はちょっと今度教えます。でこれが持ってる分の、えー、銘柄と評価損益ですね。うんまあ、一番でかい含み損はこれですね。マルチ、えー、あの間違えた。えー、大和証 台は、台はナス、下から3番目ですね。台はナスダック100トリプルマルチアイ搭載。で、えー、金額としてはマイナス126万1584円。これがマイナスです。その次が、えー、上から3番目の、えー、台はニューヨーク グダウトリプルレバレッジが、えー、マイナス16万です。まあ、持ってる金額もでかいっていうのが大きいですね。えー、今日は金曜日の15日、10月15日です。えー、まあ、年末、年別サマリーということで、まあ、一応毎年どのぐらい儲かっているのかっていうことと、 今年ですね、いくら儲かってるのかっていうのを毎日チェックしてます。でトータルリターンなので、譲渡駅、譲渡駅と含み駅ですね、がトータルで表示のトータルになってます。今年、今の現在で言うと、619万9225円。 ですちょだいぶね、8月末に比べるとだいぶ減ったのが、減ってるんですよね、200万ぐらい減ってるので、えー、まあ、4000万というのもまんざる嘘ではなかったんですけど、今減っちゃいましたね、減ってますね。はい、で、これが10月。10月、スタートが3700万、えー、一番上のですね、じ 3700万円から始めて、毎日トータルリターンがいくらになってるのかっていうのをつけてます。えー、っと、1日が615万9千円。で、15日、今日ですね、619万9千円。だからやっと10月の1日時点に戻したっていう感じですね。まあ途中9日とか、 は、すごい、あの、すごいというか、まあ、えー、プラスなったり、まあ、マイナスなったりって感じで、うん、まあ、残念な、10月になってます。うん。それから、えー、月別トータルリターン。で、えー、ちょっと今回からお試しで、 しいかなと思って作りましたが、作りました。えー、1月これはね、2021年の1月末から、末にいくらプラスだったか、2月末でいくらプラスだったか、3月、c 5、6、7、8、9っていうふうに増ええー、してます。で、まあ、1月は儲かりました。57万9000も儲かりました。で、2月はそれを大きく減らしました。3月は 29万円ととということでちょっと戻しましまたで4月はドカンと200万円もかっちゃいましたね。で、5月に、まあ、295万、4月の末で295万7000円ということなんで、えー、3月末の29万円から、まあ、大きくですね、えー、270万ぐらい、4月は稼いだということです。 それから5月も100万円ぐらい稼ぎ、6月も100万円ぐらい稼ぎ、7月も150万ぐらい稼ぎ、8月も200万ぐらい稼ぎ、これはもういいぞと。まあ、1ヶ月100万円も夢じゃねえぞというふうに思っていたら、えー、なんと230万ぐらいですか。240万ぐらい。 えー、9月は減らしたと。まあ、残念な感じです。で一応、年間の目標としては、えー、トータルリターンで30%ぐらいあればいいなって思ってます。なので、月100万円、えー、月80万円が目標だったので、まあ、10月、11月、12月で、まあ、うまくいけば達成かなって思います。 だから、まあ、約1000万ですね。で、そのために、当初の金額を3000万ぐらいに設定してたってことです。来年は、ちょっとまた、目標金額をえアップさせて運用していければいいなと思います。まあ、これ、参考2020年ですね。のトータルリターンです。これはですね、結構、まあ、 上げたり下げたり、まあ、試行錯誤しながらっていうことなんで、うん。えーまあ、入れてた金額2000万ぐらいから2000万ぐらいで、えー、最後676万なので、これもう30%ぐらいで。途中でちょっとお金入れたりしてるんで、ちょっと正確にはわかんないんですけど、パーセント出せないんですけど、まあ、大体、 676万円です。まあ30%、プラス30%ぐらいだったでした。その2019年も約30%ぐらいです。ただまあ入れてるお金が少なかったので、年間で150万ぐらいのトータルリターンでした。その前はしばらくやってなくてですね。 えっと、で、えー、今の内訳ですね。持ってる保有財産、保有投資信託、えー、の内訳です、まあ表。項目としては、もちろんさっきと一緒なんですけど、えー、拡大しないする。これですね。まあ、基本的にこっちの上の5つは、まあ、えっ、ー、と、お試しというか、ベンチマークで、1日1000円ずつ、 まああのー、積み立てて、まあ、大体3万から4万ぐらいの間で、えー、ちょっと金額が増えすぎたら、まあ、埋っちゃうっていう感じで、適当にやってます。まあ、だ3千から三万から4万ぐらいの間で、お金をずっと保有してるって感じですね。で えっと、下から三番目の S&P の500のレバレッジですね。これは、えっ、ー、と、ポイント、んと、これもカードで支払いができるように月払いにしてるので、それのポイント稼ぎのための、え柄、ー、です。早くプラスになれば、まあ全部売っちゃいたいです。5万円ずつ多分買ってると思います。中途半端な金額が残ってますね。 それから、えー、下から2番目が、えー、ダウのトリプル。それから一番下が、えー、ナスダックのトリプルですね。あんまあ、良くないですね、えー。何を、で、これ何を見るかっていうと、まあ今いくらトータル持ってるのかっていうのが、えー、一番右の616万6千円。 2455万持ってるっていうのが分かります。でも、含み損ですね。その隣にある損益が出てます。これマイナスなのは、えー、基本的には利益が出たら売っちゃってるので、まあマイナス、いつもだいたい損益としてはマイナスのことが多いです。それから、えー、前日比を見てますね。いつも。 前日比が2.26%、まあ、増えてるんで、まあ、これが前日比が増えてて、かつ、あれですね、これ、えー、これが今朝,のあ今,朝の今朝の朝はダメですね。えー、今朝の死境、えー、というか、終値、ね、がいくらになってるかってやつです。でこれなんかね、むっちゃい、まあまあ、 ここ最近ないぐらいにボーンと上がってるので、ナスダックが1.88%上がってます。ダウが1.56%上がってます。一応トリプルなんで、えー、これ3倍かけると、えー、何歩上がるかっていうのが一応出ることになってますが、この間検証したんですよね。そうしたらもう3倍になってないからなんだこれと思いながら。 あれなんですけど、まあ3倍になってたらいいなっていう感じです。まあ、たぶ、うんなので、まあちょっと売ります。一応、えー、今考えているのは、ナスダック100のトリプルを2500万、ダウを、えー、500万の割合で、うん、ずっとオールドしようかなと思ってるので、それを 超える分。超える分というか、超えると想定される分を、まあ、今日の、今日はもう金曜日なんで、次の営業と次の締め切りまでですね、月曜日の朝、15時までに売り注文を出したいと思います。もう出してるんですけどね。出したいと思います。思います。声、うん、払、声払おう。 えっと、これですね。えー、まダ、あ、ウ上げて、ナスダックも上げてる。SBI 証券の方のマーケットでこれ見てるんですけど、ナスダックって、ナスダック100がのチャートがないんですよね。腹立つことにね。うん、だからまあナスダックのチャートをいつも見てます。まぁ、あ、グラフの感じだけです、見てるのは。別に細かい数字を見てるわけではない。 ないです。なので、さっきのあの、パーセント。何パーセント上がったか下がったかっていうことと、まあ、グラフの感じですね。えー、マーケットです。これが、えー、ナスダックのマーケット。えー、プラス1.73%。多分さっきのと同じでしょう。違ったら困りますね。で、えー、グラフ。これナスダックの グラフですね。これ10年のグラフ。いや、めっちゃ上がってますね。めっちゃ上がってますね。えー、2回言いましたね。えー、っと、まあ、100、2012年が100で、えー、10年経って5.6倍近く。あれ、10倍ぐらいだと思った。あ、7倍ぐらいだと思ったんだよね。6倍ぐらいなってます。素晴らしいですね。 で下の赤いやつが S&P です。S&P500 ですね。半分ぐらいですね。いや、もう、ね、値動きの上がったり下がったりのグラフの感じもね、一緒ぐらいだから、それはナスダック入れるに買うでしょって感じですね。こんだけ。要はもう、単純に、ね、グラフの形一緒ですからね。いっぱい上がった方がいいです。 それから、ナスダック。まあ、ナスダックとナスダ100もほとんど値動き一緒ですからね。100の方がちょっといいのかな。うん。で、あとまあ、ドーンと下がる。で、まあ、むっちゃ下がるじゃんっていうのが、2020年のところですね。ちょっと右側と、ドーンと下がってますけど、コロナショックかな。うん。 コロナショックとか、ウンタラショックとかって言ってまあ、所詮、所詮こんなもんですね。あ、で、下げが下がったら上がるっていう。だから、まあ、今回、えー、右の方、ドンとまあ、下がった感じありますけど、このぐらいの下がりだと、年に1回、2回、2020年だと2回、ドーンドーンと落ちてますけど、まあ、こんなもんですね。 2019年もは1回。2018年は2回ぐらいとほんとほんと落ちてますね。ダラダラと上がってる時もあれば、下がってるもあるって感じですで。これは5年ですね。5年の方がちょっと、いいですね。いい感じですね。はい。で、これが3年。 2020年のコロナ。いや、すげえ落ちてんじゃんって感じはありますね。これがあったんで、むっちゃも多かったんですよね。当時は、当時はというか、まあ、昨日までは、えー、積み立てて利益が出たら全部売るっていうのをやってたんです。なので、えー、2020年はそれがのその、コロナの直前で全部売ってて、その後、 毎日積み立てて、積み立て、積み立て、途中で買い付けのお金がなくなったんで、なくなってしまったんですけど、まあ、売ったり買ったりしながら、回復した時に、え利益を出していったって感じです。だから、キープしてた方が儲かったのかなと思ったりするので、えシミュレーションをして、 一定の金額を持ちながら積み立てをして、要、え、は、ー、リバランスを毎日するようにしたいと思います。ちょっとわかりづらいので、今度、<laughs> うん、今度、詳しく出します。これが6ヶ月、えー、2ヶ月、2ヶ月もっちゃ下がってますね。 で、これは10日。これ、ライン、ラインチャートになってますけど、いつもはロうそくを見てます。たまたまです、これは。えーと、それから、これが、あ、そうそう。それで、ちょっと、まあ、売ろうかなっていうことで、えー、まあ、今日終わりが、また、反映されて、えー、約上するのが、 10月18日 <coughs>。多分月曜日ですかね。今日、?15 日。10月15日って言ってた。10月15日、今日受け付あ今日受付になっていて、あ、今日営業日だから、今日の15時。10月15日の15時に締め切り。 なので、それまでにもう注文を今出しているので、で、約定するのが月曜日の、えー、月曜日に約定しますと。何時なんだろうね、約定するの。朝かな。うん。で、その時に、基準価格が、えー、今日の朝の基準、えー、チャートの終値が、投資信託の基準価格に反映されるのが、 多分今日の6時ぐらい、18時ぐらいかな。わかんないけど。うん、なので、その金額で売却が成立するはず、すると思ってます。なんかよくわかんないんですよね、その辺ね。で、これもね、売ったんですよ。このチェア、ちょっとだけね。えっ、ー、と、これは S&P のインデックス。で、これ、 ニューヨークダウンのインデックス。なんか一個ずつ見してもあれなんですけど、まあ、売り注文。<laughs> 注文の、えー、何を注文したかっていうのはこれで分かりますね。この辺、注文さんもちょっと発数処理をしようかなと思って、ちっちゃい金額のやつを売ってます。えー、まあ、1万6千円売ったり、 ファイフリーレバーレッジあ違うどれだこれ見積もり基準価格じゃんん <laughs> 注文数量どっちがあれなんだろつ？ん注文数量利用ポイントと見積もり基準価格あなるほどね基準価格ですねここはあれ基準価格がまあ いいとして注文数量として、えー、8650円分売るってことです。えー、iFree Leverage S&P。うーんと、ナスダックもそうです。ナスダックのレバレッジ。いわゆるレバナスってやつですね。皆さん大好き。それから、えー、 レバナス入れるぐらいだったらトリプルの方がむっちゃ儲かるんですけどね。なんかいろいろトリプルじゃない理由をいろいろ言ってる人いますけど、今度論破します。嘘です。論破できないです。うん。シミュレーションはしました。シミュレーションするとレバレッジよりトリプルの方が 儲かりました。それは当たり前ですね。3倍だから。同じ金額入れるんなら、えー、トリプルの方が儲かると。だけど、まあ、そのボラティリティ分の現金を残しながら、トリプルに入れればいいだけの話なので、うーん、ねうん、まあいいや。そういうことですね。で、ナスダック100インデックス。 DAO, マルチアイですね。まあ、注文ちゃんとしました。でこれは、えー、っとね、設定です。うん、積み立ての設定です。1ヶ月いくら、基本では毎日なんですけど、毎日積み立設定なんですけど、1ヶ月いくら積み立ってるかっていうやつですね。 これで言うと、ナスダックの、いわゆるレバナスっていうのが2万3000円です。それから、まあ、大きいのはダウのトリプルが1150万円積み立ててます。毎月ですね、えー。ちょっと減らしました。それでもね。なんかすぐ買い付けのあれがなくなっちゃうんですね、えー。それから、ナスダック100のトリプル。 1150、えー、万ぐらい。これ前はね、1日200万とか300万とかしてた時もあるんですけど、うーんその、買い付けの金額の方に戻ってくるまでのタイムラグがありすぎて、ちょっとね、あの、積み立て金額不足になっちゃったりして、しんどいんでやめてますね。終わりです。 以上です。ご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、うーん、なんだっけ、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。あとね、サムネイルを作ろうと思って昨日、一生懸命ネット探してたんですけど、わかんないかったです。サムネイルつけたりとか、うーんまあ、動画の編集とかまで、ね、できるようになると、 いいんですけど。ね。以上。さよなら。これで、こう。あ、これね、あ、all I want. オスーフスプリング。やー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 ってやつですね。以上。です。